たちの国では毎年およそ6万件の火災が発生し、およそ2000人の死者と7000人の負傷者が生じています。中でも住宅から発生する火災が最も多く、住宅火災による死者は建物火災による死者のおおむね 90% を占めています。またその死者のおよそ半数は65歳以上のお年寄りなのです。私たちはどうすれば火災から命を守ることができるのでしょうか。こんにちは、平田美代です。火災から命を守るための第一歩は火を出さないこと。でも皆さんはどこかで自分の家だけは大丈夫って思っていませんか。火災ってちょっとした油断や不注意で起こるんですよ。さて、この家の人たちはどうかな。外から見てもわからない、中を覗いてみましょう。えいっ、あー危険がいっぱい、危ない危ない、これじゃいつ火災になってもおかしくない。あ、寝たばこ発見。途中でうとうとと眠り込んで服や布団に燃え移ったらどうするの。タバコの火の不始末による住宅火災が毎年最も多くの死者を出しています。暖房器具による火災でも多くの人が亡くなっています。ああ、天ぷらを揚げてる最中に長電話。火を使っているときはその場を離れては絶対にダメ。天ぷら油などは360度を超えると自然に火がつきます。この時慌てて水を入れると炎が余計広がり大変危険です。住宅火災による死者のおよそ1割が調理器具などによる火災で亡くなっています。火遊び危ないよ。火遊びによる火災では特に子供が死傷する危険性が高くなっています。また思いもよらないことが火災の原因になることがあります。プラグとコンセントに入り込んだ水やホコリが原因で出火することがあります。これはトラッキング現象と呼ばれるもので、長い間プラグを差し込んだままにしておくと起こりやすいと言われています。また太陽の光が鏡に反射し屈折した光で布団などが燃え出すことがあります。鍋の蓋やステンレスのボウル、水が入った瓶などでも火災は起きています。白熱電球の電気スタンドが火災の原因になることもあります。電球と接していた部分が真っ黒に焼け焦げています。そして布団の中まで火が広がっています。どんな家庭でも火災の起こる危険性があるんですね。ってことは誰もが火災で命を奪われる可能性があるってことです。それでは火災の原因となぜ死者を出したのかを見ながら命を守る方法を考えてみましょう。時間帯では夜10時から朝6時、ぐっすり寝ている時に発生した火災が多くの死者を出しています。この男性はタバコの火を消し忘れたまま寝てしまいました。生き物のように可燃物のある
性繊維や合成樹脂などが燃えると一酸化炭素などの有毒ガスが発生する場合があります。逃げ遅れて亡くなる人のほとんどはその有毒ガスを含んだ煙を吸い込んでしまうのです。そのガスは一呼吸すると体の中枢神経を麻痺したり機敏な動きができなくなるような麻痺を生じることがあります。そのために、煙に気づいたり火事だという声で目が覚めた段階で体が動かずベッドに寝たままあるいはうつ伏せのまま亡くなるというような例が多分にあります。火災によって生じた煙はまっすぐ上に上がり天井に沿って移動します。そして階段があるとそこを通り道として2階へ急速なスピードで登っていきます。しかしこのような状況でも避難する道は残されています。火災の初期の場合は天井に溜まった煙が静かに降りてきます。ですから床面近くでは比較的煙が薄いあるいは全くなくて遠くまで見通せることが多くなっています。ですから姿勢を低くします。この低姿勢が高いと濃い煙を吸ってしまいますし、せっかく静かな煙の層をかましてしまいます。ですから姿勢を低くして建物の壁、これを使いながらタオルがあればいいんですが自分の袖あるいはシャツを加えながら姿勢を低くしてガスを吸わないように静かに動きます。これが最良の避難のポイントです。火災の怖さは燃え上がる火だけじゃなく煙も火と同じぐらい怖いものなんですね。煙が発生しますと当然も見えなくなります。そのために普段慣れている自分の家の中の構造も分かりになってしまいます。そのために、例えば2階にいた時はベランダからどうやって火を使って逃げようとかあるいは1階の今にいた時お風呂場から火が出た時は庭の扉を開けて庭先に逃げようと最低2つ以上の逃げ道を常日頃から家族で相談して決めておく必要があると思います。2階には避難用のロープを用意しておくと安心です。取り付ける場所は天井近くの高い位置にしましょう。ところどころに結び目のコブを作っておくと見やすくなります。ロープなどがなくやむを得ず2階から降りるときには窓枠や庇などにぶら下がり体の位置を1センチでも地面に近づけます。そして着地する場所の安全を確かめて手を離します。衝撃を和らげるために膝はできるだけ曲げましょう。特にお年寄りや体の不自由な人が2階で寝ていると大変危険です。お年寄りの中にはいざという時機敏な行動が取りにくく自分の力だけでは避難できない人もいます。このため火災が発生した時は命を落とす可能性が高いのです。今までの災害の例を見ましても、亡くなっている方でお年寄りの方は比較的2階の奥ですとか1階でもやはり、いわゆる玄関から遠いところに寝ていて亡くなる方が多いです。我々救助隊は知らせを受けてその燃えている建物に駆けつけた時一番早く着手できるところから入ります。そのためには2階よりも1階、1階でも奥よりも比較的 庭に近いところあるいは玄関に近いところにそのお年寄りを休ませていただければ救助につながるということが考えられます。今後日本はお年寄りがどんどん増えますからお年寄りを火災から守る工夫がぜひ必要ですね。衣類などに火がついてそれが原因で死亡する場合もあります。衣類についた火を慌てて手で叩いて消そうとしても火はなかなか消えません。火と煙は上へ上りますから頭の方へどんどん燃え広がっていきます。そして熱い煙を吸い込むと気管に肺が焼けて死につながることもあります。
衣類に火がついたらすぐ床に倒れて体を回転させるように転がって消します。部屋の中で身近に毛布があれば体を包むようにかけ、空気に触れないようにして消すのも一つの手段です。またタオルなどで叩くようにして消すのも効果があります。一度ついた火が消火されるまで上へ上へと登ってくることを忘れないでください。中にいる人を助けに行ったり、大切なものを取りに戻って命を失う人もいます。一回は避難したものの再度火災現場に入って、これは大変危険な行為です。この現象は部屋のドアを開けた時でも起こります。部屋の中は可燃性のガスが充満しています。こんな時ドアを開けると一気に空気が供給されてフラッシュオーバーが起こります。フラッシュオーバーが起きてしまったら中に残された人の脱出はもう不可能です。こんな映像を見たらもう戻る気になんてなりませんよね。一番大切なものは命です。逃げれば逃げられたのですが、逃げる機会を失う場合もあります。火災を発見、消火を始めます。しかしこの時すでに有毒なガスが充満しています。無理な消火は逃げる機会を失うことになります。自分一人の判断で消火活動をするのは大変危険です。火災を発見したらまず消防署に連絡します。母さん、父ちゃん、ほら早く逃げろ。さらに周りの人にも火事だということを知らせましょう。消火活動は必ず逃げ道を確認してから始めてください。初期消火には限界があります。炎が天井に達するなど危険を感じたらすぐに避難してください。そして部屋を出るときはドアを閉めることがポイントです。例えば子供部屋から出ている場合、その部屋の入り口の扉を閉めてください。そうしますとその部屋で一時的に、火が収まります。延焼拡大を防ぐことができます。それから何部屋か家中に延焼拡大して、しまった場合、玄関の扉は鍵を開けてドアだけ閉めてください。部屋のドアを開けて逃げた場合と閉めて逃げた場合を同じ時間経過で比べてみました。26分後、左側のドアを開けた住宅は3階まで炎に包まれました。30分後、すでに1階は燃え尽きています。ドアを閉めておくことで火災から逃れ、安全に避難する時間が作り出せるのです。煙が立ち込めたり、これは熱気がすごくて消せない、こういうに判断した場合には迷わず避難してください。うちも大事です。それから中に入っているものも大事ですが、自分の命が狙ってしまってはこれはもう取り返しがつきません。今までの例でも消火器を持ったまま倒れて、不幸に亡くなった方も随分あります。ですから初期消火も大切ですが、これは消せないと思ったら躊躇なく迷わずに避難して屋外で消防隊の到着を待ってください。これが一番のポイントだと思います。万が一火災が発生しても早く発見し小さい火のうちに消すことができれば死者の数も減るはずです、
皆さんの家の備えは万全ですか？ここで住宅防火に役立ついろいろな製品を紹介しますね。まず最初は火を出さないための対策。これは安全暖房器具。安全暖房器具はこのように